はい、皆さんどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。今日のね、歴史ミステリーではね、歴史上、類を見ないような謎に包まれた人物を紹介します。皆さんはね、サンジェルマン伯爵、知ってますか？彼についてはね、あらゆる時代で目撃証言があって、しかも、どの時代でも見た目がほぼ変わらなかった。そういうね、目撃証言から不老不死とか時の旅人、タイムトラベラーと呼ばれた人です。彼のね、出生っていうのはね、意外とはっきりしていて、スペインのね、王妃マリー王妃という人と、貴族のメルガル伯爵との子供と言われてます。サンジェルマン伯爵がね、不老不死と呼ばれる理由は大きく分けて2つあるんですけれど、それはまず彼の歴史上の様々な時代や場所へ行ったという話のその詳細さと、それを裏付ける様々な不思議な技術とか知識にあるんです。そのサンジェルマン伯爵の記録がしっかりと残っているのはね、18世紀のフランスだと言われてます。年にして40代、体型は小柄で細身。今映っているこの映像がサンジェルマン伯爵です。白を基調にね、いかに派手に見せるかというのが流行っていたその当時の衣装だったんですけれども、彼はね、黒系の目立たない色でまとめた服を好んでいたって言われてます。でもね、逆にそれが人と違っていて、かえって目立っていたそうなんですね。でね、物腰は柔らかで、誰に対しても好印象だったという雰囲気はね、まさに英国紳士だったそうです。しかし、そんな彼から発せられる物語は本当に常軌を逸するものでした。それが例えばね、十字軍に参加したことがあるとか、ソロモン王に会った経験がある、あと芝の女王にも会ったことがある、あとアレクサンダー大王と時間を共に過ごしたとか、キリストに会ったことがある、とあらゆる楽器をね、自由に演奏することができる、あとバビロンの都を見たことがある、あとキリストが起こした最初の奇跡を実際に見た、そしてキリストの最後も見た、あとそのキリストが復活したのも見たことがある、あとシーザーのローマ凱旋は素晴らしかったと語っていた。まあ普通であればね、こんなことをまじまじと話す人は見向きもしないんですけれども、サンジェルマン伯爵はね、違ったようで、その語り口調はね、本当に体験したかのような印象だったということで、もう何とも言い難い魅力が彼にはあったんだそうです。そしてこれらのことがきっかけにね、彼は不老不死とか時の旅人と言われるようになったそうです。でもね、どんなに話がうまくて知識があっても、ここまで不老不死などと言われるのは本当に異常な話で、普通だとね。にもかかわらず、ここまで彼がね、不老不死と言われた原因はね、実際に彼が人々の前でそれらを実演したことが大きいんですよ。発明されて間もなく、ほとんどの人がまだ見たことすらなかったピアノをもう自由に演奏してみせたこととか、錬金術に精通していてね、あと不老不死に関する本も出したって言われてます。あと画家でもあって、今までも見たことがない、誰も見たことがない色合いを調合して出してみせた。あとはさ、まだ発見されてない、発見じゃないね、まだ発明だね、発明されていなかったその当時、汽車とか蒸気機関車ですね、
蒸気機関車とか、あと船ですね、蒸気を使った船の技術の存在をすでに知っていた。さらに有名なのがダイヤの修理にまつわるものです。ある王にサンジェルマン伯爵は、私はダイヤの消し方を知っている、ダイヤの傷の消し方を知っていると言い放ったそうです。興味を持ったね、王様は相当傷のついたダイヤを渡したんだそうです。その当時ね、まだダイヤの傷を修復する技術とかはありませんでした。でもサンジェルマン伯爵はね、1ヶ月ほどでその傷をすべて消して王に献上したんだそうです。王はね、驚いてもうその技術を認めざる得なかったそうです。そんなね、さまざまな技術とか話術で王族や貴族はね、彼をね、本当に信用してしまったわけですよね。もう彼の虜になったと言っても過言ではない。そしてね、彼はね、彼が現れた時代よりもずっと後に生まれた蒸気船とか蒸気機関車とか、あと飛行機についての知識がもうすでにあったそうです。そして彼はその後、その発明に自分が携わらなければならないと言っていたと語られています。そしてね、そのサンジェルマン伯爵なんですけど、彼はその後どうなったのか、亡くなったのか、どうなのかという疑問があるんですけれども、不老不死と言われたサンジェルマン伯爵ですけれども、亡くなった説も出てるそうです。あの1766年、プロイセンの王フリードリヒ2世の庇護を受けるも、1784年の2月27日に亡くなったと記録されてます。年齢はね、93歳であったと伝えられてます。しかしね、これはね、確定的なものではないらしいです。なぜならば、その後にもフランスで幾度も彼の目撃例があったからです。ただね、このサンジェルマン伯爵、若い頃のね、経歴を知る人がほとんどいない。いつの時代も40代から50代であったって言われてます。彼についてはね、このような話もあるんですよ。自分は不老不死なので、あの特殊な丸薬とパンしか口にしない、そういう話をしていたそうです。事実、彼が食事をしているところを見た者はいないって言われてます。さらにサンジェルマン伯爵はね、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ギリシャ語、ラテン語、サンスクリット語、アラビア語、中国語など12カ国語を自由に喋れたそうです。そしてあらゆる国で目撃例があるんだそうです。そしてね、皆さんご存知だと思いますけれども、ゲーテという教科書にも出てくるドイツの有名な詩人、彼は自らサンジェルマン伯爵の弟子だったと話してます。彼とね、関わった人々の共通する証言があるんですけど、その証言というのは、彼は不思議な人物で、何度か彼に会ったことがあるが、いつ見ても同じ年齢のサンジェルマンだったと。40代から50代に見えるけれども、それより若いかもしれないと。そして彼の話は面白く、話しているとついつい時間を忘れてしまうだそうです。一度ね、誰かがサンジェルマン伯爵の使用人に対して、主人は年齢はいくつなのと聞いたことがあるんだそうです。そしたらね、使用人は、
それはわかりません。私はまだ300年しか使えてないからね、って答えたんだそうです。で、そのサンジェルマン伯爵、実はね、日本にも来ていたという目撃情報がいくつかあるんだそうです。その中で一番多い年代っていうのが1984年前後から、あと1987年頃まで滞在して母国に帰ったというその証言があるそうです。このサンジェルマン伯爵、一体何者なんでしょうかね。そんな、まあ、疑問に答えられる人はおそらくいないんですけれど、まあ、そんな彼の最後に残した言葉と言われているものをちょっと紹介しましょう。私は君たちと別れなければならない。でも多分もう一度会えるだろう。まずコンスタンチノブールへ行くのだ。私を必要としている人たちのためにね。それから英国へ行って、次の世紀のために2つの発明の準備をしなければならない。それは汽車と汽船だ。季節は少しずつ変わるだろう。まず春が来て、それから夏だ。私にはそれが分かってる。天文学者も気象学者も何も分かってやしないのだ。私の言うことを信じたまえ。私のようにピラミッドを研究する必要があるのだよ。今世紀の終わり頃、私はヨーロッパを去ってヒマラヤ地方へ出かけるつもりだ。少し休みたいのでね。85年後の今日、もう一度私に会えるはずだ。では君たち、さようなら。こうして彼がね、最後の言葉を語り終えると、突如天に雲が覆って雷雨が鳴ったそうです。たまたまそこにいた二人の友人がびっくりして顔を見合わせていると、いつの間にか伯爵の姿は消えてなくなってしまっていたそうです。